リバースクランチは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。腹直筋下部を主に鍛える。腹直筋上部にも負荷がかかる。重い負荷で行う場合は、腹筋台などで傾斜をつけて行う。リバースクランチリバースクランチ床やベンチに仰向けになり、膝を自然に曲げ、大体が床に対して垂直になるように上げる。床の上で行う場合は両腕を足の方向に向けて、 両手で床を押さえ、ベンチの上で行う場合は、頭の下でベンチを保持する。息を吐きながら、両手で床を押すようにしてお尻を持ち上げる。骨盤が床から離れたら、膝を胸に近づけていき、さらに腰椎を屈曲させていく。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。腹筋台の傾斜を用いる。傾斜が急になるほど、強度の高い運動となる。 腹筋台に仰向けになり、膝を自然に曲げ、大体が腹筋台に対して垂直になるように上げる。両手で腹筋台のハンドルを保持する。息を吐きながらお尻を持ち上げる。骨盤が台から離れたら、膝を胸に近づけていき、さらに腰椎を屈曲させていく。息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。チンニングバーなどにぶら下がる。 インクラインリバースクランチよりも強度の高い運動となる。握力が不足している場合はストラップを使用する。肩幅程度の手幅でバーを握り、ぶら下がる。膝を自然に曲げ、大体が床に対して水平になるように上げる。息を吐きながらお尻を持ち上げる。骨盤が十分に移動したら、膝を胸に近づけていき、さらに腰椎を屈曲させていく。息を吸いながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。